手島優の東京ネクストカーズ。さあ始まりました、東京ネクストガール。イエーイ。MC を務めるいい男山口と手島優です。イエーイ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 。テンションめっちゃ高いですね。いつも高いですよ。いや本番前までめっちゃ下がってたじゃないですか。いやね、僕ね思ってたんですけど、前回までゆうちゃんゆうちゃんって言ってたじゃないですか、はいはい、僕やっぱねちょっとね親近感がないなと思って、この呼び方、うん、もうテジって呼んでいいですか今日から。どうぞ。いいですか、はい、やっぱ自分のことも呼んでるじゃないですか。テジで、ね、そうそう、ファンの人もブログでテジテジって言ってるから、はいはい、やっぱ MC 陣がこうね親近感高めて何がおかしいんですか。ブログ一言もボケてないじゃん。見てる見てる、大胆すぎるブログ見てますよ。だからね、こう MC 陣がどんどん仲良くなってね、はい、こういずれはほらなんやかんやあったぐらいの方が盛り上がるじゃないですか。何なんやかんや。なんやかんやってのは別に大した意味。いや大した意味じゃなくて、はいはい、だね、なんやかんや、え、そういう、そう、そういうことですよ。なんやかんやってそんな好きでない意味だと思ったんですか。はい、エロ。私それしか今もうそれしかないですもん、頭。今それしかない。思春期みたいな感じ。なるほどね。今年27でしたっけ。27ね。遅い思春期ですね。ということでね、はい、まあまあ今日もね、あの女性の美に関する情報たくさん仕入れてますんで、はい、早速ねこの番組がどういう番組なのか。定時説明お願いします。はい、この番組は女性の永遠のテーマである美を追求してワンランク上の女性を目指す情報発信番組です。そうなんでございます。もうね、はい、これを見ていただければ皆さんも今日からワンランク上の女性になりますんでね。やったね、やった。もうね、ぜひぜひ最後まで楽しんでください。ということでまず最初のコーナーいっちゃいましょうか、はい、まず最初はこちらです。ネクストガールの誠です。私と一緒にサイクリングしませんか。おしゃれに変身ネクストスタイル。皆さんがちょっとわからない女の磨き方を簡単に学べるこのコーナー、今回教えてくれるのは下北沢全土で美容師とヘアメイクをされている菅沢さんです。よろしくお願いします。先生よろしくお願いしますよ。本当に今日は何を教えてくれるんですか。はい、今回は簡単なリップテクニックを紹介したいと思います。なるほど、わかります。あれ、テジがここに座ってるってことはもしかして。はい、どうも。ごめんなさい。こんな高貴な女性でしたっけこの人。はい、乗っちゃってますけど、あ、ね、でもティジーさんの唇を使って、はい、じゃあちょっとリップテクニックを。そうですね。じゃあぜひぜひお願いします。そうですよ、うん、今日はねこれを境に私の唇を誰かに奪ってもらおう、うん、あらら、らちょっと早くも調子乗ってるんでね、ちょっと抑える感じでね。ティジーさん27 すみません、こういうアラさんもいるんでね。ありがとうございます。じゃあ早速お願いします。はい、ちょっと目がちょっと目が、いや今のほらボケた感じがあるでしょ、ほら芸人の先生。早く、はい、早く私を魅力的にしてください、ね、感情がちょっと上、ワンランク上です。ワンランク上の女性にぜひお願いします。はい、違う同じこと繰り返しただけでしょ。はぁ、じゃあお願いします。はい、はい、始めていきます、はい、うん、今回のリップテクニックなんですけれども、うん、あのメイクの出来上がってる状態のところにちょっとプラス足してあげるという形。ほう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 。私グロス大好きですっごい塗るんですけど、うん、はい、なんかちょっと塗りすぎて下品になっちゃったりするんですよね。でも唇がやっぱセールスポイントなんですもんね。そう、一応チャームポイントではあるんですよ、うん、だから超知りたいです。いや、これがねさらにね魅力的になったら大変なことになりますよ。やばーい、やばい、殺到しちゃう唇に殺到しちゃう。やばいやばいやばい。今もうすごいガラ空きだから。いやー、こんなポジティブな人いるんですね。はい、今回利用するのはパール系のグロスですね、うん、パール綺麗ですよね。パール系って何ですか。パールですよね。なんか唇をふっくら見せてくれる効果あるんですよ。そうですね、ちょっとこう潤いとかそういう部分を見せてくれるので、塗り方によって全然見え方が違うんですよ。そうしましたら、このグロスですね、うん、はい、グロスをまず筆にとってこの唇の一番高いところですね、はい、真ん中ここにちょっと下げます。全体に塗る必要はないです。え？そこだけ？はい。ここに足してちょっと合わせてください。はい、これ。え？あら。え、これだけ？いや。あ、でもなんか、あ、上品ですね、はい、なんか。全体に塗ってしまうと、うん、どうしても全体に潤いが出てる。光って見えてしまう。唇が全体的に大きく見えてしまう。でもこの高いところにハイライトをつけてあげることによって、よりそこに集中してくる。締まって見えるってことですね、はい、上品な形に
すね。いやでも確かにいいですね。本当見たい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 、すごくいいですよ、ナチュラルで。え、見ていいですか。はい、やっといきます。はい、あ、本当だ、うん、え、ここだけですよね、塗ったの、うん、え、私ボイン、唇ボイン、うん、3箇所目ですよ、ボインが。やば、ありがとうございます、本当先生。本当だ、こっちの方がでも逆に立体感が出るかも、うんうん、確かに全部塗るとブエーってなんかこう、うん、いや、すごい変わった、やばい。手順ボインになりました。なった。先生ちょっと胸元にもこのパールの方、あ、よろしいですか、すいません、やばい、心ここにあらずでさめした。皆さんもぜひぜひ、みんなこの魅力的な唇、ええ、奪っていいぞ。ということでね、視聴者の皆さんもぜひぜひこの方を真似してよりね魅力的なリップになってください。ということでネクストスタイルでした。下品です。ネクストガールのピンクです。私とプラネタリウム行きたい。湯川真希子が行くネクストヒット、注目のスポットやトレンドを紹介するこのコーナー、ネクストヒット、レポーターの湯川真希子です。よろしくお願いします。そして一緒に案内してくれるのがこちら、あやちゃんとまりちゃんです。よろしくお願いします。じゃあ今日はここ中目黒にお酒を飲みながらあるスポーツが楽しめるというお店があるというので行ってみましょうか。ついてらっしゃい。どうもお世話になります。こちらで楽しめるあるスポーツというのはこちらです。わー、卓球すごい、真ん中にある。こちらが卓球をしながらお酒やお食事が楽しめるという中目卓球ラウンジ、中目黒本室です。で、こちら店長の藤原さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちら一体どういうお店なんでしょう。ですね、まあ、基本的にバーラウンジとしてご利用いただいてまして、お食事とお酒飲みながら卓球をできる世界初の卓球バーでございます。見ての通りですね、ど真ん中に卓球台があるので、はい、まあ、知らない人とも一緒にコミュニケーションを取れたりするようなツールとして利用してもらってまして、まあ、カップルでご利用していただいたり、はい、まあ、週末は団体さんのご利用が多いですね。あ、なるほど。ってことは、はい、女子会にもぴったりの隠れ家的なお店ということですね。そうですね。じゃあ今日はせっかくなんでみんなでワイワイ楽しんじゃいましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。乾杯。乾杯。いただきます。おいしい。藤原さん、すいません、私すっごいビール党なんですけど、はい、この中田区パンチビールっていうの一体何でしょう。うちのオリジナルなんで一回飲んでみますか。ぜひお願いします。はい、すごい興味あるよね。はい、失礼します。こちらがですね、はい、パンチビールですね。パンチビール、はい、はい、すごい、まあ、ここは内緒のリキュールなんですけど、内緒のリキュール、はい、これをドボンと落とすボトムカクテルです。ドボンってこのまま落としちゃう。そうですね、グラスごと。グラスごと、はい、まあ、溢れたら飲んでください。溢れるところですね。OK です。お願いします。はい、お願いします。うわぁ、なんだろうこれ。ちょっとね、アルコールが強いんですけど飲み口が良くなる。何かお食事でおすすめのメニューとかありますか。はおすすめはですね、パテドカンパーヌですね、はい、パテドカンパーヌ、はい、バケットと一緒に召し上がっていただくととても美味しいです。こちらがパテドカンパーヌですね。美味しそうじゃないですか。 ありがとうございます。じゃあ食べちゃいます。さあいただきます。おいしい。すごい、お酒に合いそう。いただきます。おいしい。塩コショウが効いてて、うん、バケットにも合いますよ。今度はいろんな楽しみ方ができる中目卓球ラウンジ中目黒本室、ぜひ皆さんも遊びに来てみてはいかがでしょうか。以上、ネクストヒットのコーナーでした。バイバイ、お待ちしてます。